音響聞いてくれる。見ておる。はいはい、一体落としていく。さあ、ブーストでは一瞬で瞬抜けですね。はいはい、これも落とせんじゃないかな。はい、オッケー。はい、ない。なんかね、すぐ今回は、はい、エンマゾロね、いけるんじゃないかなと思うんですよ。はい、石化短縮 100% やっていきましょう。まあもちろん、メダルはハンコックメダルで、石化短縮 70% と、サポートタグでロジャータグで、体力 50% 以下の時 100% 短縮。まあ 50% 以上の時は 70% 短縮でね、はい、やっていきたいと思います。はい、ということで、エンマゾロやっていきましょう。まあ、ミドシャンとかエセヤマよりはね、全環境と比べて強くなったんじゃないかなと思いますので、はい。よけられる、やっていきましょう。まあ、やっててちょっと気づいたこと、本当に、初手で緑にならないとほんまにお話にならないので、はい、でかすぎ。もう石が鳴ってでも緑になりましょう。こうなればもう殴り合いです。さあ、オッケー。はいはい、同居居居、よろけへんからね。緑じゃなかったらあのね、通常でよろけちゃって、なんか一生殴られるだけなんで。はい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 。さあ、もう一匹来るんじゃないこれ。飛んでけへんか。そこ当たるんじゃないですか。はい、ダウンせえへんの意味がわからん。はい、これはアシュラでいい。はい、やはりね、ロジャーにもやれますから。はい、無敵スキルは、はい、オッケーです。はい、これは落ちるんじゃないですか。ワンダ？ちょ待って、セラフィーがスタンバってんな。これ落とせるやろ。オッケーで、ね、攻めてきたセラフィムもボコすよ。正直やれちゃうよ、これ。はい。火が消えた。おっと、よくわからない。ちょっと、ロジャー待って、俺に任せていった。あ、逃げたわ。それ抜いちゃって、あ、戻るよね。はい、着地が悪い。さあ、これ握り続けて。あ、離していらっしゃる。ナイス、ワンパン、いいよ。さあ、これセラフィムもう一匹来るな。ちょっと待ってね。はいはい、音響聞いてくれる。見ておる。はいはい、一体落としていく。さあ、ブーストでは一瞬で瞬抜けですね。はいはい、これも落とせんじゃないかな。はい、オッケー。はい、ナイス、ガムサリー。待って、ほら、見て。エンマちゃん、セラフィムのキル速度素晴らしいですね。さあ、ちょっとそれはダメ。オッケー、やれた。まあまあまあ、このロジャーしばっか。いや、いいよ。ロジャーも見れるのがね、かなりいいですと。意外と、まあ、特にブースト中なんかはね、ちょっとセラフィム目線嫌だと思いますね。エンマゾロはやっぱり。石化が入らないのでね、あとアシュラが意外と痛いっていうところがありますと。オッケー。ちょっと待って。はいはいはい、とりあえずね。当たってないね。はい、痛い。これは痛い。あー、それちょ待って。食いたい食いたい食いたい。オッケー、でかすぎ。あー、まあ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 、石化大丈夫なんで。いやー、これジャスできたわ。ちょっとごめん。一旦ちょっと、あー、くそ、ロジャーにタゲやめて、落ちる。一回、さすがに、さすがにきつい、さすがにきつい。あー、さすがにきつい、さすがにきつい。ちょ、3人おる、3人おる。いや、さすがにね、さすがにセラフィム4は3か。敵全員集まったな、今。19秒。ワンチャンありますね。ちょっと待ってね。ローがそこでしょ。いや、これとりあえず D やな。D 飛んでこられへんから。これでロジャーしばく。OK、ここ飛んでけへん。ワンチャン。味方カバー。止めてそれ。セラフィム3体。止めてくれ。あー、惜しい。はい、よろしくお願いします。さあ、やっていきましょう。エンマゾロちゃん、いいですね。割かし使える側のアタッカーではないでしょうか。まあ、正直、アタッカーランキングでいくと、今んとこクラッカーかサンジどっちかかなとは思ってます。アタッカーの中では。で、3番手が、おでん、白おでんね。白おでんかエンマのどっちかなんかなとは思ってるんで、まあ、その今挙げた4体ね。が、まあ、今の環境のアタッカーで使える、アタッカーとなっております。これ、ゾロはさすがに落とせるでしょ。最悪や。ちょっと待って。オーケー、落ちた落ちた。はい、速攻2体芝居ていく。さあ、裏飛んだ。はい、ここで攻めます。逃げた。じゃあ握ろう。さあ、戻ってくるでしょ。メロメロ。オッケー、緑になれた。でかい。とりあえずね、もう初手は緑にならないとお話にならないので、ちょっと削れすぎやな。ちょっと痛い。火力高い。やだ。あやだ、死ぬ。ちょっとね、ゾロはね、クラッカーとサンジとのね、差別化としてはね、耐久力がないところですね。クラッカーとかサンジは無限に回復して、そのセラフィム対面ね、死ぬことほぼほぼないんですけど、まあ、ゾロはね、ちょっとセラフィムの通常も普通に痛いということで、まあ、その生命力の部分ではやはりあの2キャラには劣るかなと。
はい、思いますね。ちょっと待ってください、まあ、見れるキャラはね多いんですけどね、まあ、今の環境であまりにもセラフィム・ロジャーが多すぎるんでね、正直ゾロね、敵にシャンとかがおればまあ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 なんですけど、ちょっとはいはいはい、これどこ狙う、とりあえず火剥がしてほしいな。剥がれたね、オッケー。ちょっと待って、痛い、オッケー、7番に絶対カムサリ当てる。はい、ここ。はい、ごめんなさい、終わった。ちょっと待って。とりあえず真ん中も抜かれへんわ。ここは無理なんで、ゾロ芝居てくれ。そう、ゾロなら落としてくれるという信頼が。落としてくれ。やっちゃえ。ナイス、いい足ら。あれあれ相手あれ話変わってきた。まあ、ブースト来るから、とりあえず火ついちゃったから、とりあえず裏ですね、これ。はいはい、抜く。で、スキル1打ちたいんじゃないですか、さすがに。これは大丈夫。で、これ当たる。オッケー、でかい。こっち抜ける。で、初期当てゲージないよ。それは今、一旦ね。お、でかっ、傷つ入ってる。それは甘えすぎたね。これ抜けるんじゃないここ。ここ抜ける。いや、味方こっち来てほしいな。うーん、まあまあまあ、セラフィメがいけるか。はいはい、右がダメ。はい、石化。はい、これね、抜けないんですね、石化のおかげで。はい、よろしくお願いします。さあ行きましょう。いいですね、セラフィムクラッカーロジャーね。もうなんかね、上位帯とか上マッチの時はね、もう基本セラフィムとロジャーオンリーですね。で、やっぱそうですね、クラッカーサンジ、まあクラッカーサンジが多いかな、やっぱアタッカーは。で、時点でまあエンマ、おでん、本当にね、その辺が多いかと思います。ちょっと待って、やば、最悪。とりあえず最初緑ならなあかんから。オッケー、なった。やばい、体力が。オッケー、ワンダンね。ちょっと待って、落とせる、これ。ちょっと、やっぱゾロの問題点は回復性能やから、メダルでなんとか回復積みたいな。ちょっと待って、いやでも結局石化短縮つけなあかんからな、難しいよね。こうつけざるを得ないんですよ。ハンコ3種じゃなくて、ハンコに何やろな、回復系でいうとゾロの、まあ、ロジャーもおるって考えての握ってる時の回復のノーランドとかにするとか、まあ、ワンチャンやけど、まあ、結局セラフィムと対面したいからな。いっさ、ちょっとね、そうですね、やっぱね、回復面ネックかな。あと、まあロジャータグで結局50パー以下じゃないと 100% 短縮じゃないっていうところもちょっと地味に噛み合ってないんだよね。やめて、それがありますわ。ちょっとどうですか、 OK。 有利属性の攻撃食らった時、回復とかにしてくれんかな。ちょっと強すぎるか、それは。まずそう考えたらね、セラヒムもロジャーも有利属性なんで、こっちはそれがいいですよね、今の環境。緑になればの話ですけど。はい、これ大丈夫、オッケー。結構頑張ってるよ。はい、ナイス。これ抜けるんじゃない。まあ一陣はちょっと一回捨てやな。さあ、ちょっと待って、走ってきてる。はい、大丈夫。ちょっと待って、これ無敵やろどうせ。ですよね、これエリア出ちゃうよね。ちょっとゾロこれ難点やわね。え、抜かれるよね。はい、オッケーオッケー。はい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 、ノーダメと、意味不明意味不明です。なんでのダメなんですか。よくわからん。ちょっと待って、それ落とせる。ちょっと待って、このセラフィン落とすわ、さすがに。ナイスカムサリー。結局ロジャーなんじゃないでしょうか。待ってよ、これ。はいはい、これちょっと なんとかしたら、でかい。逃げて。はい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 、ここ抜ける。あ、 OK、 大丈夫。あ、またそっちやばいな。はいはい、ここ守れた。真ん中やばいか。あー、ごめん。まあ、今のどの道やな。はい、よろしくお願いします。さあ、卵ルフィと青ドフィーね、いいね。まあ、今の環境って感じするな。まあ、やっぱ青ドフィーはね、カムサリがきついんですけども、シールドはわりかしね、
まあそのロジャーが握ってるところに貼ってあげればセラフィムからロジャーを守れるというのはねかなりいいかなと思いますね。やめてください、最悪ちょっと待って、助けて、死にとうないです、これ裏守ろう。そのロジャーさん見つけましたよ、OKOK、あー傷ついてる。まあ、セラヘム1個難点なのはね、エリア外出た時に、まあ、セラヘム対面のミラーでね、石化食らっちゃうところやね。だからその、飛べないところに歩いていってるセラフィムに対してセラフィムが石化入れて止めるみたいなのがね、結構定期的に強いんで、まあセラフィム使いの方はやっぱ桜花七部会で、相手のセラフィムのエリア外をね、石化で少しでも止めておくというのはね、結構ね、刺さるんでね、やっぱ桜花七部会がいいんじゃないかなと。はい、最近ね、すごく思いますということで、はい、セラフィムさんどうぞ。この体力理想ですよ、50倍以下でちょうど。はい。これは食らっちゃったちょっと待ってね、あと虫の息よこいつ、はいごめんなさい、はいこれ落ちたでしょう、はいオッケー。いやーゾロもやっぱね安定してセラフィム枯れるね、言うても枯れるけどみたいなとこはちょっと若干あるけど、枯れます、やめてください。いやすごいロジャー、すごいロジャーじゃない、痛いじゃない、これきついな、痛い痛い痛い、耐えた、裏取りやべえ、裏取りやべえ、一回戻るか、足押せー、誰のスキルで押さなってるこれ、ハマグルフィそんなんあったっけ、はいはいはい、走り出した、終わった、わあ絶対食らう位置ちゃうやん、怖い、これはさすがに出すか、とりあえず A 抜いて、セラフィム来るか、セラフィムおらんわ敵、オッケー、これ抜き放題です、敵にセラフィムゼロの時点でもう抜き放題、はいこんにちは、オッケーここ大丈夫、5取りで勝ちじゃねこれ、はいはい、でかいい、はい、ワンダンじゃないこれ、オッケー、ここ2かに曲がして、おえお走り出した抜かずに、え勝ちじゃねはい、よろしくお願いします。さあ行きましょう、とりあえずでいいね、オッケーオッケー、まあ、キドロとニカやったらね最近ニカの方が需要は高いかなと、はい若干思っておりますが、どうですか、まだ、あ、ディフェンダーとしてのニカは正直いらないよね、もうアタッカー、ほぼアタッカー、攻めニカ案件ですよね。さあちょっと待ってください、あーいや、さっき守りに行くか。2人貯めてくれるやろ、どうせ。さあ、任してください。まあ、正直、逆に言うと、そうね。なんか、この盤面もそうやけどさ、アタッカー全部に言えることやわ。クラッカー、緑三次、白おでん、すべてに言えることなんですけど、3旗してる側の時に、アタッカーを出す意味があるのかっていう問題ね。この、セラフィも落とさん方がいいしな、やったら。相手のゲッターだけ縛いて固めとけば勝ちなんで、試合展開としてはね。セラフィムのまま何もできないように放置しとくっていうのもね、一つの手ではあるのでね、このニカとかね、その、セラフィム落とせる系のキャラを増やさない盤面に、っていうのがあるから、セラフィムキラーを3旗してる側の時に出す必要があるのかと言われると、本当にないと思います。正直。正直ね、はいはいはい、なんやかんやで、はい、さすがにそれは無理、正直そうよね、これでもし敵が全員セラフィム4とかやったらさ、もう立っとくだけで勝ちやもんな。だから逆に言うとロジャーとか、特にロジャーか、ロジャーを出現させないというのは非常に大事なんですね。なんでセラフィムの裏大体ロジャーなんでね、落とさん方がいいのかなとか思ったりもするし、ちょっと待って、だからこの3旗してる側の時に、やったらもうアタッカー使いの人はさっさと死んで、なんか裏のキャラがもしセラフィムとかなんだったら、まあそれ出した方がいいかもねとは思いますね。最近負けてる時に欲しいよね、だからこのエンマとかもそうやけど、で俺が今このエンマで守ってんのをセラフィムで守る方がいいもんね、正直な話。痛い痛い痛い、
だからもう行くとこがない。正直この2番狙ってもやしな、落としたところでやもんな。どうしましょう。痛い、まあ、とりあえず C か。まあまあ勝ちじゃないこの試合、さすがに。暇やから殴っとくわ。おえびくしゃ。はい、この辺。はい、さすがに。あ、もうこのロジャー止めたら勝ちやぞ俺ら。ゲッターを止めれば勝ちです。ありがとうございました。さあということでね、やはりアタッカーの需要問題はちょっと難しいところがありますねという感じですね。